皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はテレビと大腸がん死亡率との関係というお話です。ちょっとですね、びっくりするようなタイトルなんですけれども、皆さんはですね、テレビを長時間ですね見ることで大腸がんの死亡リスクが高くなるということをですね、ご存知でしょうか。これまでにですね、海外からの報告では、テレビの視聴時間が長い人はですね、大腸がんなど、様々ながんのリスクが高くなるということがですね、報告されてきました。しかしながら日本でのですね、データはありませんでした。今回ですね、日本人を対象として、テレビの視聴時間と大腸がんによる死亡リスクとの関係を調査した、そういう研究結果が報告されましたので、これをちょっと紹介したいと思います。これはですね、日本全国の人を対象として、がんのリスクを調査した JACC スタディというですね、大規模な前向きコホート研究です。9万人以上のですね、日本人男女、40歳から79歳を対象として、アンケートによってですね、1日に何時間テレビを見るかということを調べました。そしてその後のですね、追跡調査によって、大腸がんによる死亡率との関係を解析しました。およそですね、19年間の追跡調査の期間中にですね、トータルで749人の人が大腸がんで亡くなっていました。そしてですね、テレビの視聴時間とその大腸がん死亡率との関係なんですけれども、1日に 1.5 時間未満しかテレビを見ない人に比べてですね、1.5 から3時間テレビを見る人では大腸がんの死亡リスクが 11%、そして3時間から 4.5 時間見る人ではですね、14%、そして 4.5 時間以上見る人ではですね、なんと 33% も大腸がんの死亡リスクが増加していました。またですね、テレビを見る時間が1時間増えるごとに大腸がんで死亡するリスクが 7% 増加するというような結果でした。以上の結果よりですね、海外でのデータと同様ですね、日本人でもやはり長時間のテレビ視聴は大腸がんの死亡リスクを高めると、そういう結果でした。海外からの研究ではですね、テレビの視聴時間が長い人ではですね、これ大腸がんだけではなく、子宮体がん、膵臓がん、それから肺がんなど、様々ながんのリスクが高くなるということが分かっています。これはですね、別にテレビだけが悪いというわけではなくて、横になったりですね、座ったままの時間が長くなることが問題になります。ですので、テレビに限らずですね、コンピューターとかスマートフォン、タブレットなどを使い続けるということはですね、がんのリスクを高めるということにつながります。特にですね、日本人はこの座っている時間が他の国に比べてですね、長いというふうに言われています。例えばこの世界20カ国の成人を対象に平日のですね、座っている時間について調査した、そういう研究結果ではですね、世界その20カ国の平均が5時間なのに対してですね、日本人はなんとですね、平均を2時間上回る1日7時間であるというふうな調査結果もあります。ではですね、そのなぜその座っている時間やこのテレビを見ている時間が長いとがんのリスクが高くなるんでしょうか。はっきりとしたですね、その理由はまだ分かっていませんけれども、いくつかのですね、原因が考えられています。その一つはですね、座っている時間が長くなるとエネルギー消費量が減ってですね、様々ながんの危険因子である過体重や肥満、あるいはメタボリックシンドロームにつながるということですね。で、2番目はですね、テレビの視聴時間が増えると、がんの原因となるですね、砂糖入り飲料水やスナック菓子、ファストフードなどのですね、いわゆる不健康な食べ物ですね、超加工食品の消費が増加する可能性があるということ。また3番目はですね、運動不足によってこの血糖値を下げるインスリンが体でですね、効きにくくなるというインスリン抵抗性につながって、がんのリスクを高めるということ。そして4番目はですね、やはり運動不足によってがんの成長を促す、いわゆる慢性炎症が引き起こされると、そういうメカニズムが考えられています。
で、このような理由からですね、長時間テレビを見たり、あるいは座って過ごすとですね、がんのリスクが高くなるということが考えられます。逆に言うとですね、この座っている時間を減らすことや、あるいは体を動かす時間を増やすことで、がんの死亡リスクを減らせるということになります。そこでですね、テレビやスマホをですね、見ている間にもですね、体を動かすということで、ながら筋トレをすることをお勧めしています。で、これはですね、例えばこの先日発売しました、がんに負けないたった3つの筋トレでも紹介していますけれども、寝ながら足上げというのがあってですね、これだとですね、横になったまま足を上げることで筋トレになります。こういったですね、ながら筋トレをぜひ、試してみてください。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について、分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題などがありましたら、コメント欄の方で教えてください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。